まあ、今年入ってから、まあ、こうやって海外組が集まるのが3月のアルガルベ以来なんで、だいぶやっぱりこう時間が空いてるところはあるし、でまあ、その間に多分まあ、代表を経験している若い選手たちが、まあ、どれだけ成長しているのかっていうのと、あとは海外組もそこでどれだけ成長、それぞれのところでどれだけ成長しているかっていうのをやっぱり試される場でもあると思うし、かつやっぱりそれをチームとして機能するように変えていかなきゃいけないとは思うので、まあ、短い時間ですけど、それを必ずこう結果に結びつけられるだけのやっぱり力はあると思うし、まあ、それだけ そのバイタリティというか、フレキシブルな選手がやっぱ多いので、まあ、そこはもう本当にワールドカップまでは時間がないので、まあ、一つもやっぱ無駄にできないんで、これからなのでそこは本当にやることをはっきりさせて、本当に後悔しないようにワールドカップに挑めればっていうふうに思ってます。